ははいこんにちは今日はですねマセマティカの上で、えー、ウルフラム言語を使って SIR モデルをシミュレートするという例をご紹介したいと思います、えー、SIR モデルというのは感染症の,あの数理モデルの基礎,の基礎となっている、えー、もので、えー、こう感染者数の変化とかですね予測をするための、えー、計算の一番基本になっているものです で、SIR モデル、あの、簡単なので、ここで絵でご説明したいと思いますが、SIR というのは S と I と R という3つの変数に対する、えー、式のことなんですね。で、S というのは、これ下にい、ここに書いてありますけれども、えー まだ感染していない、免疫を持っていない健康な人の数あるいは割合のことです。で、I が感染した人ですね。で、感染した SIR モデルでは感染した人と感染性を持っている人の区別をしないので、まあ、インフェクテッドでもインフェクシャスでもいいんですけれども、えーまあ、I だけですね。で、R は回復した人です。で、 か健康な人、回復、あ、じゃない、感染していない人が、えー、感染する割合というのは、ベータで決まりますよと、ベータと、あと、i ですね。でここれ、ここにこの式がありますけれども、あの健康な人か、免疫を持っていない人がの数が変化する、えー、スピードというのは、健康な人、免疫を持っていない人の数が多ければ多いほど、 早いとであるいは感染した人、感染姿勢を持っている人が多ければ多いほど早いので、それらの席に比例するというのが、まあ、自然な過程なわけですね。で、その比例係数がベータですよと。で、マイナスがついているのは、あの未感染者はどんどん減っていく一方なので、えー、ついている符号になります。でこののが感染した人の が増えるスピードに当然反映されるので、同じものが符号がひっくり返って、えー、感染した人の数のスピード、変化スピードですね、にえー、の項に入ってくると。で、こちらがあの治っていく、回復していくスピードですね。で、比例定数がガンマですよということです。で、最終的に、えー、回復、えー、この人数があの回復する。 人の変化スピードとして、えー、反映されるので、こういう式が最後にあるということですね。で、これをまあウルフラム言語でやっていくわけですけれども、えっとですねまあ、ここでやっていきましょう。ょまず簡単にやるには、例えば、まずベータとガーマを適当に決めますね。で、ベータ、まあ、ギリシャ文字を入力するには、このエスケープを押して、ベータとか打つわけですけれども、まあ、これでまたエスケープを押せば、 ベータが入力できます。で、0.、例えばですよ、0.4。まあ、割合でいいので、0から1の間。で、えー、ガンマは、まあ、例えばですけれども、0.2としましょう。で、あの、微分方程式を特には、NDSOLV、あるいは DSOLV という関数が基本になるんですけれども、あの、微分方程式の 細かい解説についてはです、ね、別の動画で用意してあるのでそちらも参考にしてください。で、これですね、n d ソルブの中に上の微分方程式3つをです、ね、入力したのここですね、S'I'R' とでそのまま入れただけです。掛け算はこれスペースで全部代用しています。 で初期条件入れてます。で最初に99%の人が免疫を持っていない未感染者。で1%の人が感染、えー、していて、この人たちがまあ元で感染があの広がっていくわけですねで。回復した人はいませんという初期条件です。で S と I と R について、えー、こ時間の幅は今、これ適当に決めていますが、0から50まで。 でこれで解いてねという形にしていますで。これでも、まあ、もちろんこれ実行すればあの解けるんですけれども、あのまあ、ちょっと使い勝手のためにですね、バリューという、えー、のい,あごめんなさい入れて、n d ソルブバリューとしています。でこれをや,やることは全く同じで、まあ、これ実行するとですねあの、S 矢印、I 矢印っていうのは消え,消えてますよね。それだけです。 で、これ3つリストで解が返ってきているので、えー、これらをですね、それぞれ S と I と R の解なので、えー、変数つけ、名前をつけましょう。S のソリューション、I のソリューション、R のソリューションと。えー、っと、こうかな。で、そうすると S、ソル、I、ソル、R、ソルにこの3つの解が代入されます。で、えー、それプロット。 してみますねで、例えば ssol、えーまあ、これ t ですね、t の関数なので t、i ソルカッコ t、r ソルカッコ t として、えー、0から50まで書けば、こうやって、えー、グラフが出るという形になります。えっ、ー、と、これか、かあの健康な人ですよね。 99%からスタートして、えー、免疫を持っていない人はどんどん減っていって、えー、感染者、このオレンジです。1回山をこれ,これがピーク、何第何波にあたあの相当する波ですよね。で、回復した人が緑というような変化が、えー、見て取れます。で、これベータとアルファ、ごめんなさい、ベータとガンマ感染率と回復率は今0.4と0.2というふうに指定しましたけれども、それを 変化させたときにどうなるかなというのを見たいので、そういうときはマニピュレートを使えばいいですよね。こんな感じです。で、ここに入れたのは、ここ、ここは全部さっきと同じですね。全く同じ。で、それをプロットしてねというのがここにあります。で、モジュールというので囲っているのは、 あのこういうふうに何段階か踏むような、まあ、ちょっと簡単なプログラムのようなコードをマニピュレートの中に入れる場合にはですね、それを一塊にするためにモジュールで囲うと便利です。で、そのモジュールで囲ったものに対して、パラメータベータとガンマを、まあ、この範囲で変化させなさいというのがここの部分ですね。ベータにこれも適当ですけれども、ベータ0.3から0.6まで0.01刻みで 変化ささせないいというものですで実際に実行するとこんな感じで β、えー、これはだから、あのー、未感染者と感染者の間の変化スピードの比例定数ですね。で回復率を上げていくと、まあ、こうなるという感じです。 実際の数値を見てみると、えー、こうやって見れるわけですけれども、まあ、これだけでもですね、この感染者数の波がここに現れて、まあ、さっきと同じように現れていて、でかつ、ですね、全員が感染する必要はないというのも見て取れますよね。全員が感染してない、未感染者が相当数残って、2割ぐらいこれ、残ってますよね。残っていても感染者はもう増加していないと。 まあこれが言ってみれば、集団免疫を獲得したという状態に相当するわけで、こういう簡単なモデルでも、こ,こういうお手軽なモデルで、お手軽な計算でも、ですねそういうものが、そういう現象が見て取れると、定性的には見て取れるということがえ言えると思います。はい。で、まあ、これだけでも面白いんですけれども、人流を抑制するというのがよく言われてますが、 これはですね、えー、要は感染者と未感染者の間の相互作用をなくすという意味なので、式の上では β を小さくすることに相当しますよね。なので、β を小さくすると何が起こるかというと、ガンマ回復率は変化しないので、このままにしておきますが、β、えー、を小さくすると、まあ、こういうふうになると。その波の 感染者数の波のあの新規感染者数の波、えー、新規感染者じゃないですああそうですね感染者数のあの波のピークが低くなりかつ遅くなってますよねまあこれも実際によくあのテレビなりなんなりマスコミでよく言われていることではありますけれども、えー、人流抑制の効果として ピークの波を抑えて、しかも時間を稼ぐという効果が、この簡単な SIR モデルでも見て取れるということになります。はい。で、まあ、ちょっとあの同じことをです、ね、別のやり方でもできるよというのをここで下で紹介しているんですが、あのさっきマニピュレートの中にモジュールっていうのを使っていたので、ちょっとテクニカルでしたけれども、そんなことをしなくてもできるというのがこれです。NDSolve あるいは NDSolveValue の代わりに、 前にパラメトリックとつけて、パラメトリック ND ソルブ、バリューというのをやると、でこのパラメトリックというのは何,何かというと、さっきのベータとガンマのことですね。ベータとガンマを残したまま、パラメータとして残したまま、微分方程式を解くという命令がこれになります。で、これ実行してみて、えー、っと、ごめんなさい、ベータとガンマに何か入っていたので、これ両方とも、 消しましまょう、はい、で、これでやり直すとえできます。で、えっと、今度プロット、ベータとガンマってここに入るんですけれども、えー、ベータとして0.5、ガンマとして0.2を指定した場合の例です。こんな感じですね。でまあ、スルーっていうのを、まあ、ちょっとこれもテクニカルですが、使っていますが、あの、これ3つ、このソルの中に、これソルの中に何が入ってるかというとですね、 えー、3つの解があるんですね。例えば0.5、0.2というふうに実際に入れるとこれ、さっきと同じような感じですよね。3つの解がリストになっているので、それぞれにを t に適用しなさいと。この引数 t に適用しなさいというのが、このスルーのやっていることです。で それを実行したのがこれですね。で、まあ、あの、さっきと同じように正しくプロットを書くことができます。で、全体をマニピュレートの中に入れれば、またさっきと同じですねえ。こういうグラフを書くことができるという例です。はい。まあ、これ単にウルフラム言語に関する、あの、まあ、ちょっとテクニカルな、えー、事例ですね。で、 まあこれはちょっとおまけなんですけれども、ちょっとだけ SIR モデルをあの改変してですね、何をやったかというと、あの特性の異なる複数のコミュニティがある場合の例です。でこれは今の場合にはここ、ここでの例の場合には2つのコミュニティを想定しているんですけれども、まあ、例えば行動様式が違う、若者と年配の方とかですね、というような2つのこうコミュニティを 分けて考えるあるいは地域でもですね都会と地方の、えー、なんていうんですかねあの、まあ、属性というか行動様式が違うそういったもののコミュニティのをがあった時にそのコミュニティ間の相互作用によって全体がどう変化するかというのを、えー、計算する、まあ、ごく簡単なモデルです。 でここではですね、えー、それどこに現れるかというと、ここ,こ,この部分ですね、えー、1というコミュニティの未感染者に2というコミュニティの感染者が、えー、感染させる項ですね、インタラクションの,あの比例定数がついています。で同じものがこのコミュニティ2の方の感染スピードに反映される項として、 1>, 1から2への感染がここに出てますね。で、ここでは簡単のために、えー、コミュニティ2から1への感染スピードと、えー、1から2への感染スピードのこの比例定数は同じにしてますけれども、まあもちろんこれも変えることは、えー、当然簡単にできるわけです。あ,あとは同じですね。変数の数は増えましたけれども、あの、同じような要領で、えー、やると、まあこんな形になって、 えー、こんな感じですかね。適当に β、ベータ2っていうのはコミュニティ2の方での、えー、感染率ですね。で、これ,これが回復率。で、まあ、こうやっていくとで、これ相互作用ですねあの。それぞれのコミュニティでの感染者の、えー、時系列的な変化が見て取れるとで。これはコミュニティ間の相互作用なので、 相互作用が高ければ、相互作用が多ければ多いほど、交流が多ければ多いほど、あっという間に両方に感染が広がる。で、これが小さければ小さいほど、コミュニティ間の相互作用がなければないほど、山のスピードも、山が来るスピードも遅いし、ピークも遅くなるというような例が、いうような現象がまあ見て取れるということになります。 でまあ、最後に、ですね、これも話題だけなんですけれども、SIR モデルの発展系というのはたくさんあって、でこれは1つ、ER、SEIR モデルですねで。ここでは E という変数が新たに導入されていて、これは感染済みだけれども、他者への感染性がない人のことを言います。まあ、一種潜伏期間にちょっと似てはいるんですけれども、まあ、そんな感じですね、イメージとしては。で、 えー、それぞれの、えー、変化、スピードというのは、まあ、いろんなこう比例定数で決まっていくよという例です。で、微分方程式としては、あのまあ、こんな形になりますよというものですね。で、もうここまで来ると、あの プルフラム言語でシミュレートするのは、もう先ほどまでのコードをちょっと変えるだけなので、あえてここではもう載せていませんけれども、あの皆さんでご興味あれば、あの遊んでみてください。で、ここから例えばですね、発生したモデルとして、ここから回復せずに、ある一定の割合で亡くなる方がいる場合とか、回復した方がですねの免疫が、えー、まあ、 時間が経ったときになくなって、また S に戻ると。感受性が高い状態に戻るというようなモデルも、えー、いろいろと作ることができるかなと思います。はい。ということで、えー、いろいろ、これで、あの、皆さんのウルフラム言語での、まあ、利用、あの、シミュレーションの何かの役に立てば嬉しいと思います。はい。以上です。どうもありがとうございました。